愛と死を見つめては、大学生、河野実ると軟骨肉種に侵され21年の生涯を閉じた大島道子との3年間に及ぶ文通を書籍化したものである。1963年12月25日、大和書房より刊行された。本書は160万部を売り上げる大ヒットを記録した。また、1964年の年間ベストセラーの 総合一位を記録した。関連本として、大島著の若き命の日記や河野著の幸子の晩衆平野も出版された。実際に交わされた手紙などをもとにした往復書監修ではあるが、世界の中心で愛を叫ぶや今、愛に行きます等の純愛小説の先駆け的存在であったと言える。ラジオドラマ、テレビドラマ、レコード、映画化された。 難病で死に別れる恋人をテーマにした純愛映画としてはアカデミー作曲賞ゴールデングローブ賞を受賞した1970年公開のアメリカ映画ある愛の歌が有名であるがそれより6年先駆けて公開されている兵庫県立西脇高等学校に通う美子は顔に軟骨肉腫ができる難病に侵されていた藩大病院に入院した際同じ病棟で 長野県出身の老人生マコと出会い、互い28歳の阪神タイガースファン同士で、意気投合し、文通を始める。その後、ミコが、京都の同志社大学、マコが、東京の中央大学へ進学してからも文通は、途切れず、ミコの病気が再発して、再入院した後も、マコは夏休みに、大阪駅ホームのビール売りのアルバイトを続けて、ミコを励ます。 夏休みが終わって、東京に戻ったマコとの文通が、闘病生活の大きな支えになっていく。マコはその後もアルバイトをして、長距離電話で励ましたり、旅費を苦面して、半大病院を訪れるなどし、二人の愛は深まるばかり。しかしミコは手術で顔の半分を失い、さらに病気は悪化していく。そして、マコの22歳の誕生日の前日に、 自らのメモリアルデーを刻んで、この世を去っていく。1964年1月14日、日本放送、ラジオ劇場で放送。スタッフプロデューサーの坂井正俊は、ベストセラー本を歌にしようとひらめき、書店で出版直後の原作本と出会うが、若い素人の往復書館という体裁に、新鮮な魅力を感じ、著名のベテラン作詞作曲家でなく、 あえて若手作家が作ることで素直に表現できると考え、大谷博子に作詞、土田圭志郎に作曲を依頼する。歌手は12歳でコロンビア全国コンクール第1位となった青山和子。この楽曲は1964年のテレビドラマ版もしくは映画の主題歌であると誤解されやすいが、ドラマで使用されたのはシンプルなインストルメンタル BGM 曲のみ。 映画の主題歌は主演の吉永さゆりが歌唱した愛と死のテーマで青山和子が歌うこのレコード企画とは全く別のプロジェクトとなっている1964年9月19日公開モノクロシネマスコープ118分配給収入は4億7500万円1964年4月12日と4月19日前後編に分けて TBSK 東芝日曜劇場枠で放送された。一話完結を基本としていた同枠始まって、以来の2回に分けての放送であった。橋田寿賀子の脚本がとても1時間枠では収まらない、長さになった時、慣例を破って視聴者を混乱させることを心配したのか、TBS 側は、なんとか1時間に収まるよう縮めてほしいと依頼したという。橋田はこれ以上はどうしても削れないと主張し、 例外的に認められた前、後編放送となった。本放送当時の視聴率は、前編12.6%、後編16.9%と当時のテレビドラマとしては、高視聴率ではなかったが、大きな反響を呼んで、放送後1年間に4度も再放送されることとなり、結果として TBS の心配は杞憂に終わった。この作品が制作された当時は、 VTR が2インチ企画だったことなどから番組の資料保存が容易には行えず同時期に制作されたドラマは消去されて現存していないケースが多い。そのため現在も視聴できるこのドラマは資料的な意味でも価値が大きい。2009年現在横浜の放送ライブラリーにて視聴可能。また TBS チャンネルなどでも放送されている。 キャストスタッフ外イブリンク2006年3月18日と3月19日、2時間半ずつの枠で、前、後編に分けて放送。テレビ朝日制作。当初は2005年放送の予定だったが、諸事情により延期された。見越し後の日はも、再取材し、盛り込む。主題歌は、ドリームズカムトゥルーの、めまいと、愛と死を見つめて、ドリームズカムトゥルーバージョン。 キャストスタッフビデオソフト、ありがとうございます。